またあるし、こんにちは。はい、本日はこちらのクイヤマの、立系人の教会の説明をしていきます。はい、まずこちらのクイヤマの町の歴史を簡単に説明するんですけれども、クイヤマの町、地図で紹介してるんですけれども、ブラジルのすごい内陸地です。しかし町の歴史は結構深くて300年ぐらい町の歴史時代はあるらしいです。それはなぜかと言いますと、結構昔にこちら近辺で金が取れたらしいんですよね。なので金を取るためにヨーロッパの国々に入ってきて、結構早い段階から町づくりがされたと。でこちらクイヤマのちょっと西に行けばもうボリビアがあって、もうそちらはもう全部そのスペイン語圏といいますか、ブラジルまではポルトガルの領土っていう関係で、もうブラジルとスペインのこう戦い、戦争的なのもこのクイヤマの近くでは繰り広げられたようです。そんな歴史のある町です。はい、でこちらの、クイヤマの日系人の歴史なんですけれども、ちょっと聞いた話によりますと、1950年から1960年ぐらいにクイヤマにも日系人が入り始めて、日系人のコミュニティを作っていって、こういった日系人の教会がありますよと。なので歴史としては50年から60年ぐらいですかね、といった感じです。なので早速、こちらの中にも、日本語学校があったり、野球場があったり、あと会館があって、そのゲートボール場があったりしますんで、ここから先はクイヤマの野球隊員山本俊也くんの案内で、はい、お願いしようと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、はい、ということでやってきました。まず日本語学校行きますか。一番左側、ここが野球場で、こちらに見えるのが日本語学校ですね。はい、はい、ということでこちらが日本語学校ですね。はい、はい、この日本語学校には日系人の子だけじゃなくて、はい、ブラジルの子も日本に興味を持って、積極的に日本語を、はい、学んでくれています。ここは子ども会っていうふうに書いてるんですけど、はい、ここで試合が行われるときに遠くから遠征に来た、他のチームの選手たちがここに寝泊まりします。あ、そうなんですね。はい、へえ、子ども会って結構日本でも僕ちっちゃい頃聞いてましたけど、なんか日本こういうことなんですね。そうですね、僕ブラジルで聞いたことなかったんですけど、わかりました。この詳しくはここの先生のマルシオ先生にもうインタビューしてますんで、はい、はい、引き続きご覧くださいということで、わ、はい、かりました。はい、こちらの野球場の前にプチ情報として、はい、あちらですか。あれは、はい、セルフサービスのマンゴー。セルフサービスのマンゴー、なんと贅沢な話。マンゴーは買わないらしいです。マンゴーだらけですね。すごい。これ昨日も選手でなんかマンゴー勝手に取ってベンチで食べ、ベンチで食べてましたね。はい、ということで野球場にやってまいりました。はい、こちらがクイヤマの野球場になります。いい、素晴らしいですね。この天然芝が引かれて、グランド環境としてはもう申し分ない。一番小さい子で4歳、はい、で一番年配の方で70歳ぐらいの方まで、はい、大体100人ぐらいがここで。そうですね、わかりました。はい、この様子も詳しくは他の ビデオで、はい、やってますんで、はい、ソフトボール取材と野球の練習ですね。はい、この子たちもいっぱい出演してますんで。はい、それではこの野球場の奥、こちらには天然芝のゲートボール場から、そうですね、ゲートボール場が4面ですか、これは。はい、あ、日系人の施設らしいですね、これ。やっぱどこ行っても変わらない風景ですね、これは。はい、盆踊りもするんですか。そうよ、ここで盆踊りしたり、あ、ここの空間で、はい、ご飯食べたり、はい、あ、なんかイベントことがあると、もうこの空間に集まって、はい、みんなでご飯用意したりして、はい、うーん、でやっぱ子供たちの遠征費とかを叶うためにここでこう出店出したりとか、あ、そういうのもここでやるんですね。はい、お昼ご飯をここで出して、はい、子供たちの遠征費を賄ったりとか。あ、じゃあこの中にこの地域の方々を呼び込んで、お店みたいなの開くて、はいはい、へー、ここまで全部テーブル出して、あ、そういうことなんですね。へー、あ、じゃあ本当に会館っていうやつ、はい、やつですね。はい、ブラジルの日系社会がある街にはやっぱこういうイベントは基本的にありますね。はい、奥様方は大体朝6時からこれゲートボールしてます。朝6時から、はい、やっぱ暑くなる前、暑くなる前に。あ、じゃあ今日も日曜日でしたけど、もうあれですかね、ゲートボール終えたところって感じですかね。はい、盛り上がってますよ、ゲートボールは。奥様方の間です。はい、ということでクイヤマの日系人の教会について説明していただきました。はい、日本語学校とこの野球の練習については他の動画でもっともっと詳しくお見せしてますんで、はい、はい、ぜひともそちらをご覧くださいということで、はい、こちらクイヤマにもたくさんの日系人がおられて、はい、こうやって日系人のコミュニティを作って、はい、活動されてるっていうことですね。はい、わ、はいはい、かりました。ミートブリガード、チャオチャオ。